くまちゃんです。かのちゃんです。よろしくお願いします。今回 YouTube の方におせっさんからコメントが届きました。注文住宅建築中でラスティックチークを選びました、うん、チークを選択したものの経年変化の色が気になって、うん、ウォールナットとも迷ってしまい、うん、どうしたらいいのか分かりません、うん、チークの経年変化後のアップを早急にお願いします、うん、というコメントをいただきました。早急に？早急にというステップもすでにメッセージもらって何ヶ月？もう4週間経ってます。すでに悪いですね。本当にごめんなさい、申し訳ないです、はい、日焼けの実験をしてみました。アカシアチークウォールナットの30種を日焼けをさせました。買ってあるのがこれ、ね、怪我した？怪我した。日焼けを無理やりさせたものです。どうなるかな。わあ楽しみやな。これ結構私たちもかなり楽しみ ね。こうやって並べたらもうバレるじゃん。もうわかるね、確かに。ネタバレ、見てわかる、ネタバレ。何してるの？あの言い訳ですけど、あの山ちゃんはメッセージもらった日から開始してましたよ。してた。うん。でくまちゃんがボールになったもねって言って。忘れました。すっかり忘れた。ちゃんと焼いてた時間が4週間。ビビン。ビビン。あ。わかる。いや近くで見るとわかるよ。あの遠くだとわかりにくいかも。あでも確かに。わかるわかる。確かに違うわ。これバスわかるわかる。確かに違うね。うん、赤いね。本当に違うか。うん、これ本当にウォールナットなのってぐらい色チークなんだよね。だよね、うん、チークって言ってもわかんないよね。でも確かにさ、ウォールナットあの日焼けするとチークっぽくなるって言ってたじゃん。まさにそうだね。誰が言ってた？大熊さん、大熊さん、大熊さん。今ちょっとね、日常の生きたの会話になっちゃうんだけどね。全部焼いたら綺麗かったよね。そうだね、こんな違う。ここすんごい赤いの、オレンジ、ね、ここがちょっと黒っぽくて、またここ赤。ウォールナットってさ、うん、日焼けしやすいんだよ。安くはないよね。あ、安いか。安い、うん、結構早めに変わる。ブラックチェリーほどじゃないけど。あ、そう、ブラックチェリーは普通だね。そう、極端にこうやってさ、買って日焼けさせてるからこういう風に差が出てるけど、うん、普段は私知らない間にこう徐々に、そう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 、徐々に日焼けしてる。うん、ご質問いただいた方見えますでしょうか。ウォールナットは赤く色変化していくっていうイメージですかね。うん、これ4週間チークね、まだ発売したばっかりなんでね、うん、で、こっちは日焼けをさせてみました。もうこの時点で上手デレン剥がしてみますね。剥がしてみてください。デレン、デレン、あ、違うね。あ、違う、あ、これ結構違う。あ、結構違う。恥ずかしいな。これは違うね。これ違うね。あれチーク濃くなるね。ね。うん。あ、全然違うね。チーク薄なる。あれ？濃くなってるね。濃い、そうだね。うん、でも見る角度と全然違うもん。結構リアルに違うね。うん、濃い、濃くてなんか。そのけあの日焼け前はトーン明るいよ。明るいね。日焼けした方がちょっとトーンがこう落ち着くっていうか、うん、これ多分ね4週間だからこれだけど、多分1年2年経つとねオレンジっぽくなってくるよ。焼けたところも、日焼けしたところも、うん、でもめちゃくちゃ大きな変化はね、うん、ちょっとオレンジっぽくなる、うん、この、うん、コメントいただいた方はウォールナットとチークで悩んでらっしゃる、うん、例えばさ、ウォールナットはこうなります。これね、チーク、ウォールナットはこうなります。一緒に見えますけどね、これね、うん、だこの部分だけでいくとね、ちょっとね、くまちゃん、粘るんか、でも違うけどね。
違うよ。ピンクの方がやっぱり黄金色でいいようかな。そうそう、うん、でもなんかさ、その100パーじゃないけどさ、お互いに色を寄ってるよね。うん、そのウォールナットはチークに寄ろうとしてて、うん、チークはウォールナットに寄ろうとしてるって色じゃない。加トちゃんとクマちゃんが似てきてるって感じ。最初は全然違う答えだったんだ。そう、どっちともそう両思いになっちゃった。イメージとしてね、いい色なんですよ。うん、でこれは確かに迷いますね。そう、まあ、でもこれはプロのクマちゃんから見て焼けた後のがいいですよね。そうだね、ね、うん、深みというか、そう、ね、そう、これが天然木。いいよね、うん、まあ、ただその日焼け前の色がいいっていう方もいらっしゃるけど、それはもう天然木なんで、うん、まあですね、そうです、そうです、そうです。どうしてもね、日常生活では日焼けしちゃうのが、うん、一応あとアカシアもちょっと焼けました、うん、余計な口の方がやらんでいいものも。でこれが日焼けしてないアカシアで、うん、こっちが日焼けをさせたアカシアね。もうバレてますよ。じゃあアカシアさ、あ、なんだろうな、笑ってる、どうなんだ。アカシアそんなにさ、めっちゃ大きな、あ、変わってるね。笑ってる、違いはわかる。わかるけどさ、うん、こさっきの骨じゃないよね。アカシアが一番なんかそんな変わってないかも。ディね、そんな変わってない。そんな変わってないよね。うん、わかる。知ってた？私知らなかった。これが変わらないものなのかしら。あ、でもこの線でね、明るくなってるね。うんうん。でもなんかさ、こんなに変わるのっていうぐらいじゃないよね。うん。よくあ、本当だ、違うね。いや、ちょっと違うけどさ、あんまり分かれへんね。分かんないよね、うん、こうやってさ、日焼けさせたから分かるけど、うんうん、普通に日常生活送ったら絶対気づかないよね。分かんないね。分かんないよね。なんかちょっとさ、日焼けの度合いがさ、奈良みたいな感じだよね。そうだね。そんなに気づかない。うん。チークが一番変わってますね。チークが一番変わってますね。そうだね。うん。なんと。だから日焼けとか天然乳化って、樹脂によって度合いが違うから、うん、もうこうやってなんか事前にこれぐらい日焼けするよって知っておいた方が安心ですよね。そうですね。はい。たかが4週間ですけどね。されるの習慣ですね。例えば家具とか置いててソファだったり、うん、テーブルだったり、うん、置いてて、うん、その部分日焼けしないじゃん、うん、でもどかしちゃったらさ、ね、あれ色替えとかね、色違うじゃん、うん、なるじゃん、うん、何これショック、うん、なるじゃん、うん、その時どうすんの、どういう心を入れたらいいの、心意気やりますぜ治る治るってこう念じてもらうとかね、どかしたての時はね、どうしてもこうやって違うけど、そう、同じ色になっていく、そう、全体的にね、そう、どかしとけばいいんだよね。そう、どかすだけどかしてだんだん立つのを待って、そう、日焼けをさせるんだよ。そうです。そうするとなんか同じ色になるんだよね。そう、だから周りの周りっていうかこう蓋してないところはずーっと色が濃くなるわけじゃないですからね、どっかで止まるからこっちが追いついていきますよね。いずれ同じになる。日焼けのデビューが早かろうが遅かろうが、うん、同じ色になるんだよ。そういうことなんですよ。普通の味しいですね。です。焼けたからって、うん、色を上から塗っちゃ、そう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 、あー、ね、そうだね、うん、それはやめてほしいですね。それはね、うん、だから焦らず、そう、ゆっくり、もうあっと思ったらもう時間が解決してくれます。ここが濃くなりました、ここ薄いじゃん、ここ濃くして塗ったらね、今度こっちが焼けてきた時にさ、こっちより濃くなっちゃうから、うん、変なくすんだよになりますから、うん、天然木を信じてね。そうです、ゆっくりと、愛情ってそういうもんですよね。信じるっていうところからやっぱり始まるんじゃないでしょうか。日焼けをしない、させないことはほぼ不可能なんですよ。そう、うん、日常生活ではね、うん、だから必ずと言っていいほど色は変わる、うん、ここは経年、うん、以上になります。ありがとうございます。
生田チャンネル登録よろしくお願いします。あ、それ言うの？言う、毎回言う。ではまたお会いしましょう。バイバーイ。バイバーイ。